バカな、そんなバカな、そんなバカななんだけど、え注ぎ火って何？亡者ではできない、人間性がありません。人間な、フレンド申請が届きました。後で見まーす。確か持ってたよね、人間。あったあった、使ってこう。あ、このなんちゃらうんちゃら、なんちゃらうんちゃら使えば、ダークリング使えば、人間性とソウルを失い、いる？これ。え、これ何？いらなくね？だと一緒じゃん。はい。何？ヒューマニティーイズなんちゃら。人間性が、え、注ぎ火もに、あれなの？会話の Q みたいなもんだよね。注ぎ火って何？注ぎ火。あ、エストビンが増えんだ。なるほどね。はいはい、なんとなく分かってきたな。知らんけど。知らんけど。何これ。投げんだ。右手の武器に雷をまとわせる？え？万が一、どっか、余っちゃった時用の、あー、なるほどね。とりあえずこれ使って、強くなろう。右手の向きに雷をまとわせるって超かっこいいよね。どうしようかな。なんかよくわかんないんだよな、耐久力と耐久力とか上げても死にゲーだしな。耐久力いらないんじゃね、このゲームいるのかな。俺もこの時期は電気をまとってる。静電気ですか？静電気ですか？なんか武器使えるようになったんかな。ウィングドスピア使えんじゃん。ハード先生、ありがとうございます。あ、ツバイヘンダ使いたいから筋力。ダークドルッピさんが3200ポイントニコニコ報告しました。スピア、おおおお、楽しい。性格出そうだし敵だねってこと。確かに。そうします。ウィングドスピアいいね。よくわかんないけどバトラックスの方がいいのかな。全員いないね。ヘイヘイ、強いのか弱いのかわかんねえよ。へい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 、わかった。怖い。あん、よし。急ぎ石のかけら、なんでそれ。どこ？どこ行った？かっこいい武器使う。確かにかっこいい武器使いたいんだけど。どうしようかな。このゲーム。何？
か、難しいじゃん。難しいじゃん、このゲーム。はいはい。はい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 。こんにちは。一人ずつですよ。ああ痛い。そんなことないよ。そんなことあるよ。そう、人間になったんだ。そう、人間になったんで。何が変わったのか知らんが、人間の方が強いのかな。片手剣の動きなの。人間何なんだろう。気持ち強くなった気がする。ロッキさんが人間す、なんか予想だけど、経験値が気持ち増えてる気がする。すいません、そんなことある。そのせいかな。攻撃力も気持ち増えてる気がする。経験値こんなもらってた。さすがになんかメリットはあるだろう。経験値、経験じゃねえや。あ、いっぱいいる。とりあえずですよ。そのケリーいらない。誰も教えてくれないやつね。いいですいいです、みんな逆にいいですよ。知らない知識でやっていこう。これ全部プラシーボだったら面白い。ほう、今記憶消したから。記憶消したの。ああ、ああ、落としてやる、お前らは。ふぅ、こっち初見、今夕飯作ってるから待って。そうですか。そうですか、待ちますね。今日は花丸うどん食べましたけどね、もう。最序盤でやめたし。せやな。へいへい。へいへい。ルピさん、本当に初見。初見サイズな。初見か。ごめん、初見。何こいつ、何こいつ。え？え？やつやん。お前何飲んでんだよ。残せよ、それ。残せよ。渋谷区大型デパート。いや、元ネタわかんない人、大阪で買えます。渋谷大型デパートよこせ。え、どうしよう、あいつ倒せんの。あ、開いてる、あそこ。ボーボーボーネタです。ドレップさんだわ、これ。どうも。ドリッピさんだって。何かあったんですか。
悪いことしましたね。落ちた。え、何？え、何？え、何？綺麗、キモいけど綺麗。なんかレアっぽい。なんかレアっぽいわ。ねえ。うざい。うざいうざいうざい。光る、急ぎ石。なんです、それは。プラス 5？ あ、そういうのあんの？このゲームそういうのあんの？マジで。プラスとか聞くとさ、なんかネトゲのなんか強化みたいなの思い出すから、嫌なんだな。そうなんだ。石頭怖いなら逃げて、カエルの下行ってもいいですよ。なるほどね。どうしようかな。評価、評価か。でもさ、これ壊れんじゃん、そもそも。強化してみる？どこでもできんの？あ？どこでできんだ？まあいいか。感じだよね、多分。大きな一物をください。おらおら、どうしよう、あいつマジであいつどうすればいいんだよ。上上がんの合ってそうだな。どっからやってきたの？なんでそっからやってくんの？でで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 で。わかんないことは進めていけば大体わかんないから大丈夫。なるほどね。あ、もう下いる。こんにちは。ガードしてみる。後ろ向いてる。キン、いてぇ。ガードを積極的にしてみるか。まあでもしないよりはマシだな。かわすよりガードを。ん？押し出し、押し出し。くさ、楽しいね。うん？ねえ。人間じゃなくなったしさ。稀に死体に見られる小さな黒い星、使用による人間性1を得、 HP を大きく回復する。この黒い星もまた人間性と呼ばれるが、詳しいことは分かっていない。分かれよ、説明文説明文だから分かってよ。10分ぐらい分かっててくれよ。アーカイブの皆様、本日の放送はずっとこれです。そんなこと言わないで。いや、なんかさ、ちょっと30分とかで分けてたんだけどさ、30分で分けらんねんだけど。
こんな感じだと。どうすればいいんだろう。いいけどさ。適当に分けてるだけだから。実際みんなどうなんですか今、ニコニコ、プレミアムですか、なんか今、コメビューで見れないんだけど、さすがにニコニコプレミアム減ったんだろうな、かなり。一個見どころを作っていけ。そうなんですよ。見どころを作っていかないと。あ、敵をロックしてない。熱い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 熱っ。あっったけー。お、人間性手に入れてんじゃん。よくわかんねえけど。よくわかんねえけど、人間なっとこう。あったけー。高いなり。高いなり。人間って何人間って何人間って何はやばいな。深い。人間こそがダークソウルですか、もしかして。なるほどな。そうだと思ってたんですよ。そうだと思ってたんですよ。深い。あぶね。あの上のやつは効果大好きかな。効果奇数回懐かしすぎるよ、こっちと思う。懐かしんでいってください。熱っ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 敵を燃えろ。録音してないね。録音を積極的にしてみるか。録音。あいつどうやって倒すんだろうな。あいつ倒せんのかな。おっ、ぶっ飛ばす。強くしていけ。強くしていく。していく。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ああ。バシャバシャうるせえぞ。うや、え。その目くらましっぽい声って何なの。ねえねえ、やめなさいよ。その辺それでボスまで行こう。その方がいいの。でも倒したくない。熱い、スルーするぐらいなら帰るわ。帰って帰ってレベルアップしてスルーしていこう。確かにな。レベルアップできねえんだか。地味に。ローリングも軽くしたらって言いたいな。ローリングもある。ローリングも軽くしたらって何、どういう意味。それがいいじゃん。
あ、何あげよう。筋力だ。筋力上げてって。よし、じゃあ、スルーしていくよ。エストリンって何？毎回増えてくんの？装備が重い？そうなの？はいはい。はいはいはい。はいはいはい。はいはい。ほいほいほい。イェイイェイ。イェイイェイイェイ。ふうふう。イェイイェイ。ウェイウェイ。ふう。装備重いのこれ。割り控えれば、あ、見てる。上限10個ですとは回復します。なるほどね。お、まああんまりアドバイスしないでも平気だよ。ありがたい時はありがたいんですけど、そういうの教えんなっていう人いるかもしれないんで、そういうの教えんじゃねえ、自由にやらせやがれ、カスみたいな人がいるかもしれないから。登らないでやってみるか。こんにちは。ギン。またくぐり。あ、これガード大事だ。お？股間安全？いった？え？いった？え？よし。わかった。変に回り込んじゃダメだこれ。変に回り込んじゃダメだ。引き寄せて、はい、グー、カン、切って、カン、落ちる、落ちる、ちょっと。やめてくださいよ、押し出し。押し出しやめてくださいよ。コメント全然やめなかった。なんか読めねえや。いいや。10年前のニコ生がうんたらみたいなコメントあったな。10年前10年前僕がニコニコ生放送始めて10年だけど、最近。実は11年目なんですよ、ニコ生。バカで。あ、10年もやってるとか。マリオ全盛期が10年前。そうなんだよね。こんにちは。こんにちは。うぃー。え？
ちてる。落ちてるけど、多分これあれだ。上の取った方がいいわ。小5じゃん。小 5? そう。小5は何歳？小5って何歳だ？お、なんかくれる。腰巻き。腰巻き強い？腰巻き普通。山賊の鎧は普通だよな。ショップないの？ショップ。おお。人間じゃない。人間になってた方が良かったのかな。来いよ。引かぬわ。まあ落ちないの。引かぬわ。今度は一緒なんす。ワンと引かぬわ。引いた。ああ。やばい、これは回復しよう。引きつけて。あ、生きてるって素晴らしい素晴らしいけど、待って、カードなんで立ったまま死んだ。立ったまま死んだ。よし、わかりました。次で倒してみせましょう。次で倒します。ゴー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 レッツゴーゴーゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴー。まかりてぬってってなんだよ。痛え、絶対痛え。足んた。あー、あ、2000魂が死んだ。あそこ危ないな。痛え。こたつけそう。暑くなってきた。こういうことしてたらさ、稼げないんじゃない？そもそも死んでたら稼げないのか。だったら先進むか。ゼロ。ここは急がないとやばい。OK。ここはもうダッシュしていかないと。あーん。すごいなんか、あーっていうのラグあったんだな。アルティ。おいしい。ちゃんと上を。いや、もう買ってますよ、これ。お前、バカ野郎が。バカ野郎が。バカ野郎が。ほんとほんと。よいしょ。上行った方がいいかな。
こんにちは。ソテガード。そこも。ガードしたね。したら、飲む。で、ガード。あ？ガード。あ、え？ヘイ、ザコツ。いや、強かったわ。強かったわ。やったー。どうですか、これが、これが実力ですよ。おめ、おめ、ありがとうございます。もっとお願いします。ふぅ。いやー、白かったなー。白かったですよ。すぐ合間だもんですよ。パチパチ。ありがとう。いや、だから面白くなってきたなぁ。わかんないけど。よくわかんないけど。わかんないけど面白くなったな。とりあえずが、なんかいっぱいいる。なんか誘われてるやついる。誘われてるやついるよ。ちょっとしとく。誘われおじさんいるけど。誘われおじさん。誘われおじさん。黄昏おじさん。ハロー。どうやら亡者ではないらしいな。亡者です。俺はストラノソラール。見ての通り太陽のなんちゃら不死となり太陽グイン、太陽グインのグイン、グイン。変人だと思ったか。まあその通りだ。おお、よくわかってんな。知らない人でも知ってたりする。マジで。何結局お前は。なんかくれたりしないの。お、いいよ。あ、これ。ごめん。わは、いい人そう。え？あ、よかった。はい。あ、ごめん、ごめん、ごめん。ごめん、ごめん、ごめん、ごめんって。これ面白くない？これ面白くない？これ面白い。これ、このポーズ。聞きましょうね。どうだろう。あ、なんて？アミーボあんのこれ。マジで。すごい、スタイナーみたい。スタイナーだっけ？ FF9 の。何を白いサイン漏石。何それ。
ここが全くおかしな場所だ。時の流れがよどんで、100年以上前の伝説がいると思えば、ひどく不安定でいろんなものがすぐにずれ上がる。あなたと、気候と、俺の世界も、なんちゃらなんちゃら、世界のこずれを超えて協力ができる。例として召喚することでズレを渡るのさ。もっともそうしてるのは俺たちばかりじゃないが、俺は太陽の戦士、召喚のサインも光り輝く特別性だからな。何言ってんだ何言ってんの、召喚できんのわっ何なん、アイドル枠、話聞いてあげて、この先助け合おうって考えるの感じる。割と取り返しつかないこと多いからちゃんと読んであげてよかったとりあえず交流はできた、よかった、交流できてよかったとりあえずなんかあいつを召喚できんのか知らんけど知らんけど、何どこにあんのそれ、召喚できますみたいな言ってなかった、まあいっか、なんかこいつ腹立つなやるかあ、短期のやつが あったわオンラインプレイ専用アイテム召喚専用、僕あオンラインやんないんでゴミですねそれからある、怖い人がいるよ、なんか NPC やれるみたいな言ってる人いたけど、僕やらないでいくんで。コラゲ？リオレンする？